こんにちは、オフィスコムのアンディです。最近テレワークで家で作業することが増えたんですけれども、家の椅子1年くらい使ってるとギシギシ言い始めるんですよ。意外とうるさくて、ズームとか出てる間にちょっと音がすごい入るのが気になるんです。で、音が鳴ってる部分がどこなのか、これ背もたれが後ろに倒れるリクライニング機能のこういうのが鳴るのが多いみたいなんですよ。で、僕のオフィスチェアはこうリクライニング部分をロックして音がどうしても鳴っちゃうんですよ。今回10分ほどで音がなくなる方法を見つけたんで、そちらのご紹介をしていきたいと思います。ではまずはチェアのネジ全て締め直すことをお勧めします。こちら強くやりすぎたり、あとはまあ電動ドライバーとかでやってしまいますと、こちらネジ穴が壊れたりネジ自体が折れたりするんで、電動ドライバーを使わずに手でしっかりと締めてみてください。それ以外に問題があるとすれば、こちらの接合部分とか座面と背もたれのガスシリンダーとか間とか接合部なんですけども、そういうところに油を刺すことで治ったりすることがあります。なのでやることは2つ、ネジをしっかり締める、あと接合部分に油を垂らす。これで私の場合は解決しました。ただしガスシリンダーにも取り替え方法とかあったり、高級チェアとかメーカーさんに出した方がいいかもしれないです。どうしても治らない場合はもういっそのこと買い替えをお勧めします。オフィスコムだったら5000円以下の格安のオフィスチェアから高機能なチェアまでそれぞれ取り揃えているので、法人限定にはなりますけども送料無料です。気になる方は概要欄の下の方にリンク貼ってるので、そちらよろしければどうぞ。ではまたお会いしましょう。